こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、シャトレーゼの秋の味覚とハロウィン向けのケーキ5種を食べていきたいと思います。本日10月31日はハロウィンですからね。こうしたお化けをかたどった可愛いケーキや、なんかテレビで紹介されたとされる秋の味覚を使ったモンブランなど、いろいろ買ってきましたので食べていきたいと思います。まずはお化けのあごり液入れたいので、こちらのお名前ちょっと忘れちゃったんですけど、から食べていきますね。見た目可愛いけど食べるのは一気にいっちゃいます。では可愛い見た目のお化け液を食べると、かぼちゃの優しい底の方に敷いてあったチョコチップのコリコリ食感で口の中で弾けて楽しめたので、可愛さとちょっとした意外性両方を楽しみたいときはぜひ食べてほしい。では続きまして、こちらテレビで紹介されたという和栗モンブランいただきたいと思います。また最近テレビはほとんど見ないんですけど、これはどうなのかな。では早速いただきます。モンブラン好きならぜひ食べてほしいです。噛んだ瞬間に栄光なモンブランのモンブランベースとかで感じる栗の甘さと、さっぱりとしたホイップクリーム、そしてそこの方に敷いてあったケーキのサクサク系食感が見事に調和して美味しかったです。敷いて問題点を挙げるとするなら、クッキー生地がちょっと固めすぎて一気に食べるのは難しかったところだけですが、とても美味しいのでどうか食べてほしい。それでは続きまして、こちらのさつまいものプレミアムショート、秋の味覚を同時に楽しめるケーキでしたね。セロハン剥がして、難しいな見せるので、はなんとかうまく取ったのでいただきます。あなたが秋の味覚好きならぜひ食べてほしい。秋の味覚でイントネーションおかしいな。秋の味覚好きならぜひ食べてほしい。栗ともさつまいもどちらも持っている優しい甘さが口の中にふわっと広がってきて、心も癒してくれる仕上がりのショートケーキになっています。優しい甘さを求めている時におすすめです。では続いて、2色のお芋モンブラン、紫芋と通常芋のペーストが半分に分かれてるのかな。ちょっと紫芋2箇所ずつ配置されてるので、ちょっとたどたどしくてすいません。では早速さつまいも部分から食べていきます。で、さつまいも好きなら食べてみてもいいかなとは思うのモンブランでした。芋の甘さはかなり口の中に強めに広がってきて、先ほどのショートケーキと比べると結構主張があります。まあ2種類あるというのも入っているのもあるかもしれません。なので強さのある優しい甘さと言えるかもしれないです。ただ強すぎるので、もうちょっと穏やかな方がいいかなとも自分は思いました。お化け猫系かわいいですね。だけど食べちゃうチョコレートケーキなので、ちょっと秋の味覚感はないですけど、ちょっとかわいそうですけど、せめて早く成仏させてあげます。ごちそうさまでした。最後に食べた黒猫チョコケーキは結構苦味が強くて、可愛い見た目とは裏腹の大人の味わいでした。なのでそなたがチョコ好きなら食べてほしいです。ただチョコ好きでも淡いのが好きだとちょっとかもしれないです。可愛い顔してなんとやらという気がしました。今回食べた中だと2番目に食べた国産和栗のモンブランが、やっぱりテレビでも紹介されただけのことはあって、一番甘さがぐわっと広がってきて、今まで食べてきたモンブランの中でもかなり美味しいなと感じた、おすすめできる商品なので代表として5点とさせていただきます。それでは、カタツムリ死ぬほど歩く、カタツムリが歩くっていうのは。というわけで、本日はシャトレーゼのハロウィン商品、秋の味覚ケーキなどを食べてみた動画でしたが、あなたは何か食べてみたいと思うものありましたか？ハロウィン商品もう今から言ってもかもしれませんので、来年また復活したら食べてみたいと思ったらコメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。